Hello everyone, Tetsuya S. Coach here. さあ、今回も英語の勉強法ね、いろいろシェアしていきたいと思うんですけども、これあくまでも私の経験に基づいた勉強法なので、気に入ったものがあれば自己責任でご使用くださいね。さあ、今回は、ディスカッションの回し方。これね、私もいろんなところでディスカッションってやるんですけども、で、どちらかというと、もう性格的にね、ファシリテーターになってしまうことが多いので、そのファシリテイトの仕方、そちらの観点からこのディスカッションをどうやって回していくかということをお話していきたいと思います。ファシリテイターってこれすっごい重要なんですよね。もうディスカッションでファシリテイターがちゃんとしてるかどうかっていうのは ものすごく重要なんですね。ディスカッションの満足度を高めるために。で、ファシリテイター、これまず大事なことは、ね、全員の意見をうまく引き出していくっていうことですよね。これ司会者ですよ、ファシリテーターね。簡単な言い方をすると、特にバラエティ番組なんか見てると、バラエティの司会者っていうのはそこにいる芸人さんの意見を上手に、回して引き出しますよね。あの役割をするのがディスカッションでのファシリテーターなんだというふうに思ってくださいね。はい。だからディスカッションではね、テーマに関して理解を深めたり解決策を見つけるために議論するわけですよね。例えばね、温暖化を解決するためには今日何をやればいいかというテーマだったとすると、あなたはどう思いますか、あなたはどう思いますか、あなたはどう思いますかって言って、それぞれが意見を出し合って、あなたはこうおっしゃったけども、私はそこをこう直した方がいいと思いますというふうにどんどんこういくわけですよね。でもね、ファシリテーターが上手にやらないと全然喋らない人が出てきたりとか、あとよく喋る人がずっと延々と止まらないで喋り続けたりってことにもなりがちなので、ファシリテーターの役割は本当に重要なんですね、みんなが楽しめるために。で、ファシリテーターはうまく全員の意見を引き出して円滑に議論を進める役を果たすと。ファシリテーター自体があんまりしゃしゃり出ちゃダメなんですよ。私もそれ悪い癖なんですけども、ファシリテーターが意見を言いすぎると他の人がね、意見を言う時間が短くなってしまうので、参加者全員が主張、理由、具体例うまく述べられるように協力し合いながら議論を促すと。例えば、誰かが何か意見を言いますよね。で、それに理由がくっついてなかったら、can I ask you why you think so? っていうふうに、why を聞き出す。I don't quite understand. Could you give me some examples? って、ちょっとわからないんで、具体例をもらえますかねみたいなね。で、you think differently from Mr. A.Mr. A, what do you think about Mr. D's opinion? っていうふうに、うまく回していって、理解が深まるように、議論が深まるようにしていくということですよね。はい。他人の意見をよく聞いて感想を述べることも重要ですよね。ファシリテーター回すのばっかりに一生懸命になって、あんまり聞いてないってこと、私もよくあるんですけど、もう回す、次は誰に振るかなとか、そんなことばっかり一生懸命になって、よく意見を聞いてなくて、お前聞いてないじゃないってバレることあるんですけど、そうならないようにね、ちゃんと聞いて誰が何を言ったか、メモを取って覚えておくっていうことが大事だと思いますね。はい。ということで、ディスカッションのファシリテーターや参加者が使う定型句ね、例えば Let's open our discussion. Today's topic is What do you think is the best country in the world? みたいなね、世界で一番の国は誰だと思いますか。これだったら中学でも高校でも使えますよね。はい、というふうにファシリテーターがディスカッションをオープンすると、ね、で What do you think Mr. Jones?、ね、静かにしている人がいたら What do you think Mr. Jones? というふうに話しかけてあげる、ね、大体ね、この5人ぐらい人がいると、もうよく喋る人とあまり喋らない人に分かれるんで、よく喋る人はほっといてもいいんで、あまり喋らない人の方にこう話を回してあげるっていうことが大事ですよね。テレビ番組でもそうですよね。見てるとあんまり話さない人っていうのは、司会者がバーって話してる人を静止して、何々さんはどう思いますかって言って振ってますよね。あれと同じことだと思います。で、 In my opinion, Sweden is the best country in the world. で、こう参加者の方は In my opinion みたいな表現を使って自分の意見を述べていくわけですよね。で、We had a wonderful discussion today というふうに、参加者みんながContribution、そこに貢献をしたということに対しての謝意を述べて終わるというのは、ディスカッションの終わり方としてはいいと思いますね。
だから we had many、different opinions today and we had a wonderful discussion、today みたいなね、こうなんかいろんな意見が出たけども、まあとにかくいい議論だったねっていうね、まあそのことが言えるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、見ていただいてありがとうございました。 Thank you very much for watching、please please please remember practice makes perfect